わ。これはさあ、すごいな。そうだ、これはこれは、まったく君は。素晴らしい。よし、それが大丈夫？ああ、頼むよ。実を言うと、この研究は。
礼を言う。彼は今新たな力を真実をもって研究を締めくくろう。聞いてくれ。重要な依頼だ。うまくいけば信じているよ。なんとあの課題を成し遂げたのか。一体君はどこまで。信じがたい成果だ。素晴らしい、素晴らしい。薄い道のりではなかったはずだ。出会いや別れ、さまざまな経験、それによって練られた君自身の生き様、多くの人々が君を支えようと自ら願い動き与えたはずだ。でなければこれほどの成果はありえない。そうか、市井の人々の小さな輝きを拾い集めた君がここまで至るなら、つまり今の世界は僕が考えているほど捨てたものじゃないってことなんだろう。教えられたよ。悪い気分じゃない。当たり前だ、希望はある信じているわけか。君にとって幻想は紛れもなく力なんだな。さて、それじゃあ次の課題と言いたいところだが、残念ながらこれ以上はない。今回をもって君は終了だ。理由は2つある。一つにはこれより上位のアーキタイプの知識を僕が持ち合わせないこと。究極のアーキタイプへの道について僕が手助けできるのはここまでだろう。そしてもう一つの理由だが、
うしたの？あ、そういえば記憶高の件って解決したの？残念ながら記憶はあまり取り戻せていない。でも結論にはたどり着いたよ。なぜ僕は閉じ込められているのか、ここは世界のどこなのか。すまないが結論を安易に語ることは控えたい。この話はアーキタイプの、いや君ら自身の成長にも影を落としかねない。なのそれ、どういう。君らと僕が出会ったことからして偶然なんかじゃない。やはり全ては最初からつながっていたのさ。僕のたどり着いた仮説がもしも正しいなら、いずれ記憶は戻り語る時もやってくるだろう。そう、一つだけ推論じゃなくはっきりと思い出したことがある。僕がなぜ幻想小説を書いたのか。言ったと思うが、かつて若い頃僕も旅をしていた。そこで会った人々の幸せのため、叶えたい理想として僕はあれを書いた。若い頃って今もじゃない。妙な言い方。ん？そうか、そうだな。そして僕は書いた物語を大切な人と共有した。同じ未来を夢見て生きていくためにね。今どうしているかわからないが、思い出せてよかった。おかげではっきりとした目標ができたよ。僕は必ずここから出てその人に再び会いに行く。君にも何か形に残る感謝の証を送りたいしね。こうして意識がつながるだけの出会いじゃ手紙の一通も渡せない。その時は一緒に旅をしよう。旅の続きか。そうだな、僕も叶うと嬉しい。ありがとう。出会った頃は君を導くつもりでいたが、本当に導かれたのは僕だったかもしれないな。こいつも君に礼が言いたいらしい。ありがとう、君と出会えてよかった。理想郷を追い求める研究者モア、探求者の美徳をなお強く抱き続ける者。彼からもたらされた新たな力であなた自身の宿命を必ず果たすのです。夢を捉えることはできない。君があらゆる英雄の力を束ねる英雄の王として、アーキタイプの力を極める日を心待ちにしているよ。また会おう。ようこそ。